政教機チャンネルへようこそ。はい。今回は学習院大学の2月の9日、文学部の問題を見ていこうと思います。えー、では、早速いきましょう。えー、まずですね、えー、っと、はい。えー、最初のところですが、はい。えー、その後に、えー、まず空欄前に、はい。えー、豪路地和王部という有楽天の、そして、鉄、え、拳、ー、に侵害の都市。えー、こから、はい。えー、炉の、はい。稲荷山古墳ということがわかります。 はい。この侵害の年は一般的にはですね、471ではないかとされてるんですね。はい。続いてですね、はい。どんどん行きますと、えー、空乱の前、はい。大化元年から、えー、9年間都であった、はい。大化の後を移ったところが何和の宮。まあ、何和の、だから豊崎の宮というふうに言う場合もありますよね。えー、そしてですね、その後です。701年に、 はい、空欄から金が更新された、これなかなか分かりにくいです、ところがそのあと、はい、トイが空欄へ襲来、こっから対馬らということが分かりますね。はい、では次です、続いてですね、はいえー、4番の上です、はい、守備中大の長官を務めてあること人物。 もちろん藤原の中丸さんだからエミの推し活の乱の葉ということになります、えー、続いてですねく空欄の5番5番の、はい、その下こう書いてあります、はい、5番は第5天の二憲風十二箇条を提出だから三好清行ということになりますね、はい、どんどんいきますでですね、はいえー、この後はい 後白河法は安徳天皇の弟にあたる空欄を3種の神器のないまま戦争させた安徳の次だから後鳥羽天皇でしょうねはいえー、どんどんいきます続いてはいえー、鎌倉幕府が滅びる直前入る先の空欄から出した後醍醐天皇 はい、後醍醐天皇どこに流されていたかもちろん沖の炉です、えー、そして8番目の前です建武政権は土地関係の細部のたびに、はい、雑草決断書を設置、まあ、簡単ですねこの辺りね、はい、では次です、えー、空欄9の前です はい、室町幕府は特製量乱発、空欄を納入することを条件に細部の破棄、はい V1 戦でしょう。えー、そして、えー、空欄の10番の前、はい、えー、足利重氏が上杉憲忠を中殺、京都区の欄、えー、京都区の欄、結構今注目されてますからね、覚えてくださいね。関東における、えー、いわゆるですね戦国時代のきっかけというものです。はいそして、はい えー、いわゆる金中並びにクエショハット天使諸芸能のこと第1語学問なりはい学問ですさて、えー、で続いてですねその後はい、えー、空欄の後ですね「林」「空欄を編纂する林羅山画法だから「本朝津願の「派ですかねはい そして、その後、空欄の後にこう来てます。幕府から農民に32カ条の心得が出された、えー。最近では疑問、これは通称、慶安の触れ書きというやつですね。慶安の触れ書き、一応1649年に出たとされてますが、えー、最近はこれ自体がハテナとなってます。はい。で、その後、 えー、空欄のですね、はい、14番のすぐ下こうきてますはい物価投棄されため聖徳小判を作っただから新井白石でしょうねえー、そしてはい朝廷から幕府の窓口である空欄空欄とはい京都諸時代を経由して江戸に送られた文章はいということではい武家転送でしょうねはい続いてですね えー、その後です空欄であった松平義長もちろんこれ文、はいえー、級の改革の後ですから政治総裁職はい続いて17番「政体書によると空欄直前ね三、えー、議場は参与とともに空欄の上局を構成」 これ犠牲,官です、ね、犠牲官の上況ですね。はい、下局は公使でした。はい、で、その下の、はい、え空欄18の前、初代の枢密院議長、もちろん伊藤博文です。はい、で、その後はい第一次若槻内閣の時に起きたのが何か。 はい、もちろん金融強慌ですね。はい。そして、第一位、吉田内閣を作った時の経済行政官庁。ということで、はい。えー、経済安定本部ということになります。はい。ではこれで終わりかなはい、終わりです。では次、でかい2番にいきます。まず、 邪馬台国の女王卑弥呼が、はい、使者を派遣した239年ですね同郷23枚くださいと覚えるやつですそして、はい、いろんな職人ですね、はい、職人を大和政権はクーラン・テブル集団に組織した、はい、職人集団をしなべと言いますはい、えー、続いてですねはい アスカ寺、はい、アスカ寺が、はい、空欄によって建てられたと。えー、もちろんこれ、蘇我の馬子でしょうね。はい、アスカ寺です。はい、蘇我の馬子さん。別名、方光寺って言いますね。はい、続いてですね、はい。608年から留学した空欄。はい。 高向こう民皆淵の答えは「ほ」でしょうはいで続いてですね、えー、空欄の5番の前白杉の絵の後空欄に遷都した時期にくだら系の官僚が多くいたはい白杉の絵のあとだから近江大津の宮答えは「ろ」です、えー、そしてはい えー、672年内乱を得て翌年に即位もちろん人心の乱の後だから天武天皇の2ですねもうとにかく天皇系やっぱし大好きですね学習院ねはいで次ですえー、空乱の後ですね はい松原客員。はい松原客員があれのどこか国名もよく出ますよね。必ず国名出ます。えー、これからまだ、えー、この学習ですこの学習受ける人、国名ちゃんと覚えてください。こいいですね。そしてその後はいこれ常識問題。遣唐使の中止の提案ということで、えー、菅原の道真、ロです。はいで、空欄級の前。はい トイの入港が来襲した時太宰言のそして赴任していた空欄が撃退藤原の高家ですはいそしてえー、長年の没後はい日頭に随行した彼の弟子が佐賀路に立った空欄はい清涼寺ですはいまあ普通涼は二水なんでしょうけどねこれねはい はい、じゃ、あ以上で終わりです。では、次いきます。三番目の問題です。えー、田沼意次は老中と。はい、そば用人を兼ねて賢章を振るったと。はい。続いてですね。はい、赤いぞ風雪子を書いた人だから、工藤平助。 えー、次の段落1792ロシアから来たということでラックスマンでしょうねで、えー、漂流民この漂流民がいわゆる、えー、大黒屋ですね大黒屋広大湯ですで大黒屋から、はい、聞き取ったものをもとに桂川補修が書いたものをその桂川補修が書いたものが とということになりますそして1804年今度は、はい、レザノフ。はい、でその後はい空難前後、はい、恒例の越後や現金家計なしといったら、はい、三井ですね、はい。じゃあ次です。で次のところが、はい、ちょうど、はい、この1811年五郎人。 で日本側が捕まった人だから高田屋貨幣です。えー、高田屋貨幣はこの人は淡路の商人ですね。淡路です。淡路。さあ、で次、1853年、ペリーが大統領、はい、フィルモアの手紙を持ってきたと。で下田と、はいえー、函館の開港です。当たり前ですね。 でこのあと今度、はい、ハリスが来てアロー戦争でえ普通に負けたと、はい、簡単な問題でした終わりますでは次いきます、はい、4番目の問題です、はい、では早速いきますまずですねもうどんどん飛ばしちゃいます、えー、方言の乱に際して 美副門院と結んで土徳上皇に対抗した摂関家の当主は誰かこれ藤原忠道さんです頼長がはい後白河法方でしたねはいで続いてえ2番ですがはいえー、後鳥羽上皇像これを描いた藤原貴信の子息はい 藤原の信真さんです。はい、続いて。はい、後白川上皇、はい、今用の歌謡集。もちろん、両陣飛将ですね。はい、で、空欄四番に当たる日記。はい、空欄四番は。 どこかと言いますとはい藤原定家の日記ということでもちろんこれははい明月記ですで5番目です5番にあたる将軍まず5番は誰か5番ですがはい えー、1219年に暗殺されたということでこの5番は源の実朝なんですねで今回は源の実朝を聞いてるわけではないんですねで源の実朝はいその実朝の歌集です答えは「金海和歌集」です「海」は「奇変」です はいで次です。はい牧野方によって将軍に擁立される予定だった人物1 2 0五5年京都で殺された誰かちょっとこれですねはい難しいです。はい平賀智政牧野方の娘婿ですねはいでは次空欄7番。 七番は、はい、その下ですね。はい、三虎が、はい、招かれたと。で、この三虎が、はい、えー、後の設計将軍空乱となる。まあもちろんこれは、はい、七番は、えー、藤原、もしくは九条でもいい。九条、頼常、ね。はい。 で空欄8番、上級のランナーと行位についた。はい。御堀川天皇です。はい。これがあ7、8の答えですね。はい。で、次です。9番目、空欄9は、はい。えー、こう来てますね。はい。9が裁判のために下った際に書いたのが、いざよ日記。ということで、この9番が、ここから、はい。阿津に。 終わりですでは最後に「唐、えー、の角よりから古今伝授を受けたレンガ子」はい答えは葬儀これ引用葬儀でもいいですえー、教科書によって違うんですねはいでは次ですえー、もうラス問ですね で今回ですね、近現代から出てないんですね、この論述しか。はい。もうびっくりですね。で、日中戦争についてです。はい。じゃあ行きますね。えー、日中戦争1937から45についてです。ですので、これですね、もうその前については書く必要ないですからね。まあ本当であればですね、えー、例えばですね、まあ、河北分離工作とか、 北分離工作、えー、さらに、えー、その後のはの西安事件とかがあるんですけどもこの年代の前ですからこれはこの流れはとりあえずう今回カット書かないということになります37から45だから45降伏というところまでですはい、えー、ではですね、まあ、ポイントとしては、えー、まずはい ええー、いわゆる露光教事件ですね。露光露光教事件はい。でええー、この後はい全面戦争でええー、まあ泥沼化ですよね。でええー、例えばはいええー、国民政府を相手とするとかまあこのへ声明です。ええー、一方まあ第二次国境合作ができてくると。 はい、でこのあと日本は、はいえー、新国民政府というのを作ります。新国民政府。はい、しかしながら、国民政府側は、はい、例の延焼、はい、ルートで、えー、徹底抗戦で、えー、いわゆるポツダム宣言というこの流れでしょうかね、大体ね。はい まあ大体ですね、1行が30時から40時の間ぐらいです。だから短ければ37、210時。40時だと280時。まあその間ぐらいですね。だから210から、えー、大体、えー、280時ぐらいの間ぐらいで書いていきます。では今のところ文章化していきますね。はい。えー、1937年。はい。 露光共事件が起こり、えー、休戦協定が結ばれるものの、えー、第一次、えー、近衛内閣が 当初の不拡大方針を変更し兵力を増破して日中戦争に拡大したと。 でえー、それに対して中国側は第二次国境合作後これちょっと下がもし足りなかったら上消しちゃいますねしょうがないから第二次国境合作後 公日民族統一戦線を結成させたと成立させたとえ日本は 国民政府の首都南京をえ占領したが重慶に 退いたため、撤退ってことですね、国民政府が。近衛声明により。国民政府との。交渉を打ち切り。 断ち切りにしよう、立ち切り、戦争目的を、東亜新秩序、東亜新秩序の建設にあると。 あることを表明したと。で、国民政府の要人、汪長兵衛ですね、を脱出させて、えー、南京に、 新国民政府を作るもののも国民政府は国民政府は延焼、えー、ルート 通じて。えー、光線を続けたと。で、ちょっと続きがあるので、上消します。ここら辺消しますね、これね。はい。で、ちょっとこれ全部消しまして、ここの部分を。はい。えー、っと、あとちょっと、あと一行ぐらいですかね。 で、えー、結局、このあと、じゃあこの続き、上ですね、続き、続きです。はいで、えー、1945年のポツダム宣言を受託。 により日本の無条件降伏はい日本の無条件降伏ですね、えー、という形で終結したとはい で、えー、全部でこれで259字になってます。はい。ではちょっとね、確認しておきたいです。まずじゃあ、必要なところですね。えー、マーカー引いていきましょう。はい。えーと、まず、いきます。えー、路甲橋事件ですね。で、えー、この後、はい、ちょっとこれ消えちゃってますね。えー、休戦協定。 が結ばれるものの、はい、不拡大方針をを変更して、えー、兵力を増してて兵力増戦線に拡大まずこれが第1段階ですね。で、中国は第2国境合作を抗日民族統一戦線を成立これが第2段階ですね。で、えー、日本は首都南京を占領したが重慶に撤退していったのが国民政府。そこで、えー、この後はい例のこの絵整備により 交渉打ち切り、はい、東亜新秩序の建設にあると。えー、これ、ごめんなさい、建設の説がおかしいですね。建設の説が字おかしいです。建設です。はい。えー、ごめんなさい、建設の説が、えー、こう、建設ですね。はい。はいで、次に、はい、王朝名を脱出。で、新国民政府。で、国民政府側、延焼ルートで徹底抗戦。 で最後の締めはポツナム宣言の自宅。えーまあ、一応、形は欲しいかなと思います。はい。まあね、えー、いわゆる教科書の要約で書けるような内容でしたよね、今回ね。えー、とかくマニアックな用語、全くないですね。はいえー、ただ、一応45年までなので、最後のここの部分を書かないで終わっちゃう人がいるかもしれません。このポツナム宣言のところまでは絶対に必要ですね。 えまあ回路から書いてもいいですいわゆる介石が絡んでるからですはいえー、まあその他ですね、えー、まあ大東亜会議とかもね一応ちょっと入れてくれても結構ですで,でも回路会談回路宣言や大東亜会議はちょっと実数的にきついかなと思うので入れてただで構いません、えー、締めはポツダム宣言ですはいということですね えー、まあ論実以外については学習は同様の類代がたくさん出ますので、えー、多学部のためにももう一回見直して勉強してほしいと思います。えー、ではまたお会いしましょう。さよなら必ずチャンネル登録といいねボタンだけよろしくお願いします。ではお会いしましょう。さよなら